はい、ありがとうございました。バンジョー愛さんでした。シュー、ありがとうございます。あ、じゃあバンジョーちょっと来い、はい、ちょっと来いって普通になんかお金取るみたいでジャンプしてみーって言いそうだね。はい、マイク大丈夫ですよ、大丈夫、はい、すごいね、南城市なのになんかすごいテキサスって感じでね。もう南城今いいかハンバーグって言ってみもうなんか分からんけどハンバーグって言ってほしいよね。けどステーキですよ、ステーキか。あ、ステーキか。皆さん一回ごめんなさいって、もうファンもいると思うんですけど、ステーキって言わせていい？よかったら拍手お願いします。そうか、アントニー・ウィルソンステーキか。はい、違うね、俺お前糸田に似てるなと思ったけど、ハンバーグって1、2、3、1、2、3、はい、ってステーキって言うよ。すごいことですよね。お気をかけ、はい、はい、1、2、3、はい、はい、変な雰囲気です。俺のせいです、ごめんな。あ、じゃあ番長さん、ちょっと後ろね、あのダイラマイツがまた準備します、はい、南條愛だよな、ええ、なんでよお前南條愛にしたらそうよく言われるんですよ。言われるでしょ。芸名を考えるときに、よく考えてて、ああ南條愛もいいんじゃない出たんですよ、アンに。いやでも彼女ね、昔いろいろちょこちょこレポーターとかしたんだよね。なんでわかるんですか。わかりますよ。え、嘘で、絶対年教えないわけもう、あの奈良で沖縄県のイベントがあって、沖縄のいろんな方が出ていただいて、でここにあの番長さんも出ていただいて、で打ち上げで普通で差し切りですよって話で、ああそうだよね、なんとかね、いくつって言ったらね、うん、絶対教えないわけ、ご想像にお任せしますって、でいくつかって最後27、7歳って言ってもう27でいいよな、うん、はい、はい、こんな雰囲気です。いいよ、でも頑張ろうな、もう差し切ろうと思うな、含めてね、差し切ろう、差し切りを盛り上げて、南城市を盛り上げていきたいですね。俺、差し切る人として、一番、まあ、南城市4つね、市町村合併しましたけれども、はい、あの差し切る人でいてて、一番僕は、うん、あの悲しかったのが、セーファー滝一年は有名なんですよ。ね、はい、であの、県外に行くと、はいはい、わかります、はい、一年は行ったことあるけど、差し切りは通ったことないっていう。うちね、行くときに挿し木絶対通ってるんだよな。これ挿し木なんで、そうなんで、いちいち卵すくからこんな人大回りして行ってないんだよね。挿し木はスルーされるっていうね。南城市になっても挿し木は挿し木、知念は知念、卵すくは卵すく、大里は大里、誇りを持ちながら、なんか、でもね、仲良くしながら頑張っていきたいなと思いますね。はい、お願いします。で、その中で、はい。はい、あなたは、ね、今度ライブとかありますか。あ、はい、5月11日に、はい、あのハンズステーキ松山店でステーキなかなかいや、ハンズステーキにハンバーグもあるだろう。あります、あ、めちゃくちゃ美味しいです。あるだろう、ハンバーグフェアもありますよ。あ、そこで何を、はい、ライブをする。ライブします。そうだね、ハンズステーキでハンバーグ焼くって言われたらどうしようかなと思って。そう、美味しいですよ。5月の11日ね、はい、はい、じゃあぜひ皆さん、もしお時間ある方ね、はい、皆さんどうせ行かないと思いますけど、よろしくお願いします。行くでしょ、まあ、南城市の人大体動かんばい南城市の人大体動かんばい俺も南城市の人、お前が来いっていうわけお前たちが来いだったら見てあげるよっていう人だよね。あ、変な雰囲気だろ俺来年呼ばれないんだよ。いいんだよ、もう別にもういいよ、これなかったら別に付き合わんでいいからそうそうそう、嘘ですけど、まあぜひね、5月11日、はい、あとそうですね、あとイオンでもあのたくさんゴールデンウィーク期間中にですね、あの10日間あるうちの7日間イオンで入ってます。お前はイオンの社員かっていうねえ、イオンでね、はい、やってますね。じゃあよろしく。一番近いのハヤバルか。そうですね、ですね、じゃあはい、南條愛、あ、南條では番長番長愛でぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、番長愛さんでした。ありがとうございました。ありがとうね。ごめんね。はい。